こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、最短でイケオジになる方法5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。先日もですね、このイケオジという言葉を使った動画を作ったわけなんですね。まあ、前回の動画ではイケオジを目指すためにどのようなファッションアイテムがあればいいのかというテーマでお話をしたんですが、結構この動画が多くの方に見ていただいたんですね。まあ、イケオジだとか脱おじさんだとか、まあ、このようなテーマに結構関心がある40代以上の男性も多いのかなと思います。それは僕自身も同じなんですね。一40代の男性として、まあ、できればですねイケオジを目指したいなと思っているんですが、まあ、そんな中で僕自身も意識していることだとか、まあ、ぜひ皆さんにも取り入れていただきたいですね。最短でイケオジになるための方法を今回は5つ厳選してみましたので、ぜひよかったら参考にしていただきたいなと思っています。まあ、全部をやるのは結構しんどいので、この中でもできそうなものをですね2個だとか3個ぐらい取り入れるだけでもだいぶ変わってくるかなと思います。今回はファッションだけではなくて、まあ、それ以外のですね見た目、外見を形作る様々な要素を散りばめてありますので、ぜひできそうなところからですね楽しみながら取り入れていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですねイケオジを目指すために皆さんにもですねおすすめしたい方法を一つずつ丁寧に解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目はヘアスタイルをアップデートするという項目ですね。これ今回の中でもかなり重要だと思います。前回はファッションをメインにお話ししましたが、ファッションっていうのは結構全身いろんなアイテムを買い揃えなくちゃいけないので、それなりに時間と手間とお金がかかるんですが、ヘアスタイルに関しては極端な話、この動画を見た後に美容室に行けばその場からですね新しい自分自身に生まれ変わることができるので、即効性も高いんですね。そして見た目の中でも人はですね相手の顔を見て話すわけなので、自分のこの上半身ですね、その中でも顔周りの印象ってものすごくですね重要度が高いんですね。そして多くの40代以上の大人の男性ってヘアスタイルがほぼ固定化されてしまっていて、アップデートしてない方が多いんですね。例えば今までと同じ美容室にずっと通い続けるだとか、いつも同じオーダーで髪を切ってるだとか、僕自身も結構そういうところあるんですよ。なので結構多くの男性がアップデートされてないんですね。とは言っても時代も変化していきますし、自分たちも変化していくわけなんですね。雰囲気も30代の頃とは変わっていくし、または髪の毛の量だとか太さだとか、このあたりも変わってくるわけなんですね。まあ、僕自身もめちゃくちゃ悩んでいて、まあ、昔はですねもっと髪型セットしやすかったのに、なんか最近セットしづらいな、ボリューム感出しづらいなっていうのがあったりだとか、ヘアスタイルに関しては最も苦戦している分野かなと思っています。ですので皆さんもヘアスタイル、この際ですねしっかりと取り組んでいただくことをお勧めしたいなと思っています。例えばいつも通っている美容室と変えてみるのもいいと思います。まあ、地元ですごく評判のいい美容室に行ってみたいだとか、ちょっと離れていてもいつもと違った環境で髪を切ってみるだとか、それだけでもだいぶ変わってくると思います。ぜひ美容師さんとお話をしながら、今のトレンドだとか時代感だとか、あとはご自身の年齢、雰囲気に合った髪型をですね美容師さんとお話をしながら決めて探っていくという作業をそろそろしていった方がいいのかなと思っています。例えばボリューム感が出なくなってきたら、僕もそうなんですけども、パーマかけてるんですね。もともとはめちゃくちゃ直毛でペタッとしがちなんですけども、そこに対してある程度動きを出しやすくしたりだとか、あとはパーマをかけてる方がセットが断然しやすいんですね。ですのでこのようなパーマをかけてみるというのも一つの選択肢だと思います。で、僕自身もここ半年ぐらいですかね、ヘアスタイル大きく変えたの皆さんも感じてるかなと思います。前は前髪を上げていましたが、最近はあえて下げています。40代迎えたら今までの延長線上でそのままヘアスタイルを続けるのではなくて、今の状況に合ったアップデートが必ず必要になってくるので、ぜひ皆さんも髪型がめちゃくちゃ重要だというところを意識していただきたいなと思っています。どん
なにファッションが決まっていてもヘアスタイルがいまいちだと全然これがですねうまくマッチしなくてなんか垢抜けないなっていう風になるんですね。これなぜ僕はそう思うのかというと、個人向けのスタイリストとして15年間活動する中でファッションはいくらでも僕は変えることができるんですね、お客様の。だけどもなんかしっくりこない場合って少なくないんですよ。そういう場合はやっぱりヘアスタイルに原因があって、ちゃんと美容室までご紹介して一緒に行ってオーダーしてヘアスタイルが変わるともう見違えるように変化します。スタイリストの僕が言うのもあれなんですが、ファッションよりもヘアスタイルの方がまずは重要だと思うぐらいですね、このベースがとても大事になってくるので、ぜひ皆さんも自分なりの新しいヘアスタイルを模索するようにしていただきたいなと思っています。例えば薄毛で悩んでいたら薄毛の方専用の美容室とかそういったところもありますし、 AGA が進行してたらお薬を飲むだとかそのあたりもいいと思います。僕もですねちゃんと飲んでますよ、毎日 AGA を予防するような薬も飲んでますので、まあそういった対策もするのはすごく大事だと思うので、イケオジに見せるためにはヘアスタイル周りの思い切った改革が必要なので、ぜひ皆さんもですねトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、こちらもですねヘアスタイルと同様に顔周りの箇所なんですけども、眉毛ですね、ここもですね大きく印象を左右するような箇所になってくるので、ぜひイケオジを目指している皆さんには注意をしていただきたいポイントかなと思っています。まあ、眉毛って結構自分で手入れをする方もいらっしゃると思いますし、中にはですね美容室でそのままカットしてもらう方もいらっしゃると思います。中には男性だから眉毛をいじる必要はないと思っている方もいらっしゃると思うんですが、結構ですねここを変えるだけで印象がガラリと変わりますし、清潔感にも関わるところなので、まあ、ぜひですねそういった固定観念は脇に置いといて、眉毛のケアにもですね力を入れていただきたいなと思っています。で、今回個人的にお勧めしたいなと思っているのが、まあ、自分でやったりだとか美容室でケアするのも悪くないんですが、個人的には一度でもいいのでメンズ専用の眉毛サロンとかに行ってもらって、プロにですね自分の骨格だとか顔立ちに合った眉毛にですねケアをしてもらうということ、これが結構いいんじゃないのかなと思っています。美容室でやるのもすごくいいんですけども、その道のプロっていうのはやっぱりすごくて、それ専用にやってるからこそこの顔立ちにはこういった形がいいなとか、黄金比みたいなものが眉毛にもあるので、そのあたりをしっかりと適用しながら最適な眉毛の形にケアしてくれるので、まあこういったところもちょっと一度でもいいのでやっておくとバランスのいい眉毛が整うかなと思います。まあ、定期的にメンズの眉毛サロンに通うのはなかなか大変なので、せめて1回だけでもいいのでやってみるといいと思います。そうすると形がですね丁寧に決まってくるので、あとは生えてきたムダ毛は自分で眉毛専用のシェーバーとかがあるので、そういったものを使いながら無駄なところは剃っていただければいいので、ベースを作るという意味で一度行ってみるのもいいと思います。価格もですねそんなに高くないので、眉毛というですね第一印象に思いっきり直結するようなところをですねベースとして整えるのにはすごくいいんじゃないのかなと思っています。まあ、僕自身はですねずっと自分で眉毛のケアをしてきたんですけども、今年の5月ぐらいかな、眉毛専用サロンではなくてアートメイクというですねまたちょっと違ったジャンルのですね眉毛のケアをしたんですね。これ何かというと、肌の浅い部分に専用のマシンや針を使って特殊な色素を入れていくんですね。その色が定着することでより自然な眉毛が実現できるということで、アートメイクというものをちょっと自分を実験台にしてやってきました。というのも結構ですね最近こう眉毛の中でも薄い部分だとか、なんかここ眉毛剥げてきたなみたいなところがありまして、そこをですねこう動画のたびにですね描いたりしてたんですね、眉毛を。それも結構ですねめんどくさがり屋で手間になるなと思ったので、ちょっとアートメイク試してみたいなということで実際にサロンに行ってやってきたんですね。ですので5月ぐらいの僕の動画を見ていただくと、一時ですね眉毛がめちゃくちゃ濃くなってるタイミングがあるんですね。それはアートメイクをやって1週間以内の頃だったと思うんですが、割とその頃ってまだ定着するまでに眉毛がゴム太になるんですね。そういった理由もあって眉毛濃くなっていたんですけども、まあ、そこからだいぶ落ち着いて今眉毛がですね整ってる状態なんですが、僕の目的としては眉毛のこう欠けてる部分が埋まればそれだけで十分だなと思ったんですけども、それよりも感動的だったのは自分の骨格だとか雰囲気に合わせたベストな眉毛の形に整えてもらったということなんですね。
これすごくて、僕はですね、実はちっちゃい頃にこの眉毛の上あたりを怪我しまして、何針か縫ったんですね。その影響で、右と左で高さが微妙に違ったんですよ。そのあたりも、プロの方が見て、最適なバランスに整えてくれたんですね。これめちゃくちゃ良かったなと思っていて、まあ正直ですね、アートメイク自体よりも、この眉毛を整える、ベースを作ってくれるところだけでも十分だったなと思うぐらいですね、感動したんですね。なのでぜひ皆さんは、アートメイクは結構ハードルが高いです。それなりに価格もかかるし、時間もかかるし、何年かしたら色抜けちゃうので、半永久的なものではないんですね。なのでハードルは高いかなと思うんですが、眉毛を整えるというところで言うと、眉毛専用のサロンでベースを整えるというだけでも十分かなと思うので、ぜひこのあたりも検討しながらですね、イケオジを目指していただきたいなと思っています。はい、続いて3点目は、肌のケアを怠らないという点ですね。このあたりはもう40代以降になったら、めちゃくちゃ重要な項目になってくるかなと思います。できればもう20代の頃から丁寧にですね、肌のケアをした方が明らかにいいんですけども、僕たち大人世代って、やっぱりこう10代、20代の頃って、男性が化粧水使ったりだとか、そういったものに対してちょっと抵抗感があるというか、なんか女性っぽくて、男がやるもんじゃないよね、みたいな。先入観があったという方も少なくないかなと思うんですね。僕自身も当初はそう思っていたんですが、20代前半ぐらいから化粧水をつけたりだとか、そういったケアをやってきたんですけども、それプラスアルファでさらにですね、40代以降はケアをしていかないと、やっぱり大きな違いが出てくるような、そんなお年頃なのかなと思っています。とは言っても、日々の忙しい中で、女性のように丁寧なスキンケアをするのは、なかなかハードルが高いかなと思います。ですので、なるべく最小限の労力で、ベースさえ整えていただければ僕は十分かなと思うので、まあ、ぜひ皆さんには2つだけ取り入れていただきたいなと思ってる項目があるんですね。それがお風呂上がりに必ず化粧水をつけることではなくて、まあ、化粧水だけではちょっと弱いので、化粧水と美容液と乳液、この3つをセットでやっていただきたいんですが、そんな余裕なんかなかなかないと思うので、そのあたりの効果が1本にまとまっているこのようなオールインワンジェルというものがあるんですけども、こういったものを使っていただくのがすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、僕自身もですね、30代後半ぐらいから化粧水だけではなくて、ちょっとこう乳液使ってみようかなっていうタイミングがあったんですけど、まあめんどくさいなということで、一本に集約して使ってきたのが、この DHC 綿のですね、オールインワンモイスチャージェルというものなんですね。これ、なんだかんだですごく使いやすいです。王道中の王道なんですけども、価格もそこまで高すぎないですし、これ1本でケアが完結するので、まずはこのあたりから入ってみるのもいいと思います。で、こういったケアに慣れてきて、さらに高みを目指したいなという時には、化粧水と乳液分けていただいて、あとは美容液なんかも使ってみるのもいいかなと思うんですが、かなりマニアックになってくるので、もうこれだけでもいいと思います。オールインワンジェル1本だけでもいいと思うので、まずはここからスタートしていただくのがいいかなと思います。あとは日頃のケアとしては、紫外線ですね。これを防ぐというのが最も重要だというのは、僕もですね、いろんな本を読んできましたし、いろんな YouTube でメンズのですね、肌関係のことを調べ尽くしましたが、やっぱりこのあたりの2つにですね、ある程度は集約できるのかなと思っています。まあ、日常的に日焼け止めも使っていただきたいですが、僕が今使っているのはクワトロボタニコのこういった日焼け止めですね。これすごくいいんですが、やや単価が高いので、最近はこちらを使っています。ビオレ UV アクアリッチウォータリーエッセンスですね。これがですね、価格が1210円で、コストパフォーマンスも非常に高いんですね。結構伸びも良くて、サラッとしてるので、気軽に使いやすいですし、これがですね、僕の中では最近すごくお気に入りで、クワトロボタニコもいいんですが、ちょい高いんですね。で、僕の場合は、日焼け止めは習慣化してるので、毎日使ってるんですよ。1年中ほぼ毎日使ってるので、量がそれなりに必要なんですね。なので、ここから、僕は最近はですね、このアクアリッチに変えてるわけなんですが、まあ、こういったもので毎日ケアしてあげることで肌のダメージを抑えてしっかりと保湿をしてあげるというですね、まあ、ダブルのセットはできるので、このあたりぜひ皆さんも意識をしていただきたいなと思います。そしてそれに合わせて少し難易度を上げるとですね、日々の蓄積で肌にシミができたりだとか、いつの間にかほくろがでかくなってくるっていう現象が起きるんですね。僕自身も学生時代ですね、陸上部だったんですね。ほぼ1年中外で日焼け止めも当時はほとんど使わずにですね、ガンガン紫外線浴びてきたんですね。その
ツケがですね、30代になってからガンガンですね、回ってきまして、すごいシミが出たんですね。ほくろもいろんなところが大きくなっちゃったので、この YouTube をやるようになってから、ちょこちょこですね、僕は美容クリニックに行って、シミだとかほくろを取ってきました。1個取るのもそんなに高くないんですね。実際、大きめのほくろを取った時にも、1万円前後くらいで取ることができたので、そういった顔の中で目立つものが、それぐらいの価格で取れるのであれば、清潔感を担保するためにはやってみるのも悪くないんじゃないのかなと思います。取った後には1週間ぐらいですね、傷を保護する必要があるんですが、まあ、そのあたりさえうまくですねカバーできるのであればやってみるのも悪くないかなと思っています。まあ、このあたりは他にも YouTube でいろんな情報があるので、まあ、ぜひそのあたりを参照していただきたいなと思うんですが、まあ、ベースのこの2つのケアがありつつ、すでにできてしまったシミだとかほくろで特に目立つ大きいものに関しては取っちゃう、これがですね、結構個人的にはおすすめの手段かなと思うので、僕もこれまでにですね、自分を実験台にしながら10個以上取っています。そんなに大げさなものでもなくて、すぐに終わっちゃうような簡単なものなので、まあぜひよかったら皆さんも検討していただければなと思っています。はい、続いて4点目は体型管理ですね。これもすごく重要で、日々の生活の中に軽い筋トレを取り入れるという項目ですね。これまたすごく重要なので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身ですね、筋トレがすごく嫌いだったんですね。もともとは体育会系でずっとですね、スポーツをやって学生時代は過ごしてきたんですけども、その中でも筋トレがめちゃくちゃ嫌いだったので、僕はなるべく避けて通ってきたんですね。人生の中でも一番頑張らなくちゃいけない期間に筋トレやらなかったぐらい嫌いだったんですけども、社会人になってしばらく経ってですね、僕は今のスタイリストとして独立をしてから、そこからですね本格的に筋トレを始めるようになりました。まあ、本格的といってもですね、負荷としてはそんなに高くないんですね。かつては気合を入れてジムなんかに通ったこともあるんですね。ジム通いは僕は結構やってまして、一度入ってやめて、いやもう一回通うぞと思って入ったけどもやめて、でもう一回入ってっていう3回ぐらいやったんですが、僕の性格的にジムはなかなか続かないんですよね。というのも、ジムに行くっていうのはその行き帰りだけでも労力がかかりますし、時間の確保も結構大変だったりするので続かないんですね。それよりはもう自宅だとか、僕の場合はこの事務所なんですけども、そこでいつでも簡単にできるような環境を整えて筋トレをしちゃうのが、まあ、最強かなと思ってるんですね。で、僕の場合はですね、自宅の筋トレ使ってるのはこのプッシュアップバーってやつですね。これで腕立てするとですね、結構少ない回数でも負荷がかかるので、そんなに時間かからずに筋トレが完了するんですね。あと腹筋に関してはこれですね、もう腹筋ローラーですね。これも最初取り入れた時にはめちゃくちゃしんどくて、こんなんできんのかなと思ったんですが、まあ、どちらのアイテムにしても最初はめちゃくちゃ回数少ないところからスタートしました。腕立て5回、腹筋ローラー3回、これぐらいからスタートして、徐々に慣れてきたら1回ずつ負荷をですね高めて、自分の限界値を少しずつ広げてきたんですね。今でもこのようなものをですね、動画を撮った後すぐにやってるんですけども、コツとしてはなるべく回数は少ないところから始めるということ、そして週に 2,3 回っていうのが僕はなかなか難しいかなと思っていて、ジムに通ってた時もなかなか毎日行くのは難しいので、おのずと週に 1,2 回になったんですね。そうするとなかなか習慣化ができないんですね。週に 1,2 度とか 2,3 回やるぐらいだったら、個人的にはほぼ毎日やってる方が習慣化されるので楽なんですよ。なので僕はこれらを使った筋トレをほぼ週ですね、今6日間やっています。以前は週7日間やってたんですが、まあ休日は休もうということで、最近は1日だけ休みを設けていますが、収録でこれを使った運動をやっています。まあこのようにある程度筋トレをしておくことで何が重要なのかというと、体に筋肉がめちゃくちゃつきます。ってことじゃないんですよ。まあもちろんですね、多少の筋肉はつくんですが、ジムに通ってものすごい負荷をかけてるわけではないので、僕の体ってめちゃくちゃマッチョなわけではないんですね。ただお腹がボンと出たりだとか、スタイルが崩れるっていうことはなくて、現状維持を緩く続けることはできるので、そういった点ではある程度の負荷はかけ続けていくことは重要だなと思っています。それプラスですね、
ここが僕にとっては最も重要なんですが、ほぼ毎日筋トレしてるぞというですね、自分に対する納得感だとか自信ですね、これがめちゃくちゃ重要で、筋トレやってなかった頃に比べるとある程度やってる方がですね、自分に対しての自信が担保できるんですね。これすごく重要なので、ぜひ皆さんも、40代超えたら一定の運動は大事だと思うので、このような筋トレですね、器具を使うとある程度回数少なくて済むので時短にもなるかなと思いますし、一つのモチベーションとしてこういったアイテムがあるのもなかなかいいかなと思うので、ぜひですね、筋トレは取り入れていただきたいなと思います。で、体型が整ってくるとやっぱり服も似合いやすくなってくるんですよね。僕は一つのコンプレックスとして身長が高くないっていうものを、随分昔から持っていたんですね。ですので身長がちっちゃいんだから、せめて横に広げないように体型管理だけはずっと意識してきたんですね。そうすることで背はちっちゃいんだけども、あんまり太ってないので、それなりにスタイルが悪く見えないんですね。面白いことに動画だと僕のですね、身長とかってあんまりよくわからないので、大山さんスタイルいいですねなんて言われることもたまにあるんですよ。これ不思議だなと思うんですよね。僕が体型をある程度管理してるので、身長はないんだけども、そこそこスタイルが悪くは見えないっていうところでもあるので、ある程度服を素敵に着こなすためには、もちろん今の体型でも全く問題ないんですけども、一定の体型が管理されてる方がさらに似合いやすくなるのも事実なので、ぜひ皆さんもですね、40代超えてからでも全然遅くはないかなと思います。適度な筋トレで体型管理をしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はファッションを整えるというものですね。これに関しては前回の動画を見ていただきたいなと思うんですが、イケオジだとか、脱おじさんっていうところを目指す際にはファッションっていうのももう欠かせない要素の一つだと思います。やっぱりどんな着こなしをしているのかで全然ですね、見え方って変わってくるのは事実なんですね。僕自身スタイリストとして日々ですね、いろんなお客様のビフォーアフターに関わってきてるんですね。本当に服変わるだけでまるで別人のようになります。それぐらい服の持つですね、要素って大きいなと思いますし、服を着替えるだけで自信がみなぎってきたりだとか、表情が変わったりだとか、あとは姿勢まで変わっちゃうんですね。これ面白いなと思ってたんですけども、素敵な服を着るためにある程度姿勢を整えておこうっていうですね、気持ちも働いたりするので、外側ではあるんですが、ファッションも若々しく見せたりだとか、イケオジというものを目指す上では間違いなく重要な項目かなと思っています。かといって、じゃあこのファッションにフルコミットする必要があるのかというと、僕はそんなことないなと思っていまして、だからこそ今回ですね、イケオジに見せるための方法を5つ挙げてるわけなんですね。ファッションっていうのも、これだけで完結するものではなくて、この5つバランスよく整えることが大事で、ファッションに10段階中10注いで他の項目は2、3だとあんまり良くなくて、それだったらまんべんなく7点くらいを取っていく方がかえって全体としてのバランスがいいかなと思っています。イケオジを目指すためのファッションに大事なのは、バリバリのトレンド感だとか、おしゃれ上級者を目指すような、そういったスキルだとか、そんなことではなくて、もっとベーシックでいいんですよね。必要最低限のファッションでいいなと思っていまして、例えば具体的に言ったら、ちょっと綺麗めなアイテムを充実させるといいと思うんですね。例えば先日ご紹介したビューティー&ユースのちょっと緩めのサイズ感のセットアップを揃えてみたいだとか、僕が動画の中でよく出しているブルーだとかストライプ系のちょっとゆったりめのシャツですね、これ綺麗なアイテムを揃えてみるだとか、あとはボトムスに関してはチノパンだとかブルーデニムとかもいいんだけども、ブラック系のイージーパンツでシャープにまとめるだとか、足元に関しては白レザースニーカーだとかニューバランスのスニーカーだとか、そのあたりを取り入れてみるだとか、本当にシンプルでいいんですよね。70点から75点取れれば僕は十分だと思っていて、ファッションにコミットしすぎてしまってもかえってこじらせてマニアックすぎてしまって、それが周りから理解されなかったりだとか、そこに労力をかけすぎて他のものがですね、時間だとかお金が回らなかったりするので、ファッションは70点か75点を目指すぐらいでちょうどいいかなと思うので、ぜひですね、ファッションも重要なんだけども、こだわりすぎないでバランスを整えながら楽しんでいただきたいなというところですね。ここを意識していただきたいなと思います。細かくは先日の動画の中にも解説があります。具体的にこのあたりの5点を揃えるといいよというところをですね、挙げてありますので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。
はい、ということで今回の動画では最短で池落ちになる方法5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、冒頭にもお伝えした通り、すべてをですね、試すのはなかなか難しいかなと思うので、この中から取り入れやすいものを2、3個トライしてみるのもいいと思います。例えばヘアスタイルを変えてみるだとか、まあ、ファッションに関してはこちらのチャンネルを見ていただいている皆さんはすでに取り組んでいる最中だと思うので、まあ、その部分だとか、それに加えて肌のケアですね、このあたりももうちょっと注力してみるだとか、まあ、それだけでもだいぶ見え方は変わってくるかなと思います。ただ今回ご紹介したのはあくまで外側の部分なので、まあ、それ以外にも池落ちに見せるための方法ってたくさんあると思うんですね。例えばお仕事のジャンルでしっかりと成果を出してる人っていうのはかっこいいなと思いますし、魅力的な男性に映るかなと思います。あとは自分の趣味をしっかりと持っていてアクティブに楽しんでいたりだとか、ユーモアのセンスを持っている方なんかにも僕はですねすごく素敵さを感じたりするので、そういった項目もあると思います。まあ、そのような内面性だとか培ってきたものが反映されるようなものっていうのはすぐにはですね成果は出づらいかなと思うので、引き続き皆さんには注力をしていただきたいなと思うんですが、外側の部分に関しては今回ご紹介したようなところをですねちょっと意識するだけでもだいぶ見え方が変わってくるかなと思うので、まあ、僕も含めてぜひ皆さん一緒にステップアップしていけたらなというふうに感じています。最後に今回ご紹介した5つの項目ですね、それぞれを頑張って高めると何が得られるのかというところなんですが、僕は自信だと思ってるんですね。自分に対する自信がある程度高まると、やっぱりそれまた素敵な人に見えやすいし、イケオジに見えやすいんですね。すんごいネガティブな雰囲気のイケオジってあんまり想像できないと思うんですよね。やっぱある程度日々の生活が充実していてポジティブな雰囲気をまとってる人に対して、あ、この人素敵だな、イケオジだなって感じると思うんですね。そのためにはやっぱり自信っていうのは重要だなと思ってますので、それぞれの項目を少しずつ高めていくことで結構ですね自己肯定感だとかモチベーションって高まるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですねこのあたりの項目を引き上げながらですねイケオジを目指していただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本だとか、まあ、脱おじさんを目指すためのですね様々なスキルをですねお伝えしたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中でなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドだとか専門ブランドのアイテムなんかもですね、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でお届けしていますので、まあ、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説ですとか、あとは皆さんのコーディネートのアドバイスだとかも積極的に行っています。僕の方でも毎日記事を投稿してますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね、記事をアップすることができるので、まあ、気になる方はですね、こちらも動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリスト大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。